車の話、出張坂戸店のコーナーです。はい、やってまいりました。なんと今回は GG 佐藤さんにご出演いただけることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。筋肉と情熱のコラボレーション、 GG 佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、豪華すぎません？豪華すぎます。びっくりしました。ありがとうございます、はい、お忙しいところ来ていただいて。車好きです。ありがとうございます。車に乗りたいです。あ、もうそんな GG 佐藤さんのために今回はなんとアヘッドのデモ車を用意しました。何ですか、これは。車種は左に立ってる黒い新車です。ちなみに、え、これ新車なの？なんだか分かります？これあれじゃないですか、86じゃないですか、これ。そう、新型の86ですね。そうです、 GR86 来た。まだ新車何でしたっけ？ちょうど1000キロ超えたぐらいです。まだもう奈良市終わったぐらいですね。だからもう佐藤さんのために奈良市を終わらせてここに持ってきたんですよ。過言ではない。準備万端だ。準備万端でございます。いいっすね。で、なんと今回はホイールも変え、ショック部走馬も変え、まあ、ショック部走馬はブリッツさん、うん、で、ホイールは円形さんで、ブリッツアップはウィンマックスさんとも、はい、あのアヘッドのショックとしてもチューニングメニュー一つとなっているんです、ね。まあ、安心して乗れる仕様万全じゃないですか、今。万全でございます。走るのには。はい。黒のボディもかっこいいですね、これね。キュッてしまってかっこいいんですよ。これ車探して買いたいんですよ。お、実は。じゃあ、まあ、今回乗っていただくのは一つの指針にしていただければ、ね。そうですね。まあ、サーキットで走れる、はい、ドリフトをかませるような。ドリフトかませる、まあ、サーキットで走れる車を、はい、ちょっと探して買いたいなと思ってるんで、ちょっと試乗もしたいなと思うんですけど。あ、ぜひぜひ。できるんですか、今日。もうできます。できるの？もう。ちなみにいいの？はい。でも前回、運のサイクルスポーツで、はい、A86 を買っていただいたじゃないですか。はいはい、まあ、それの、まあ、今、現行で持ってる86というのは、この G86 で、まあ、当時の86と比べると、パワーも出てくるし、うん、そのボディもしっかりしているので、ドリフトもしますよ。ドリフトはできるんですか？ドリフトもできます。ただ、グリップが結構高いんですよ。今回、265っていうちょっと幅の広いタイヤ履いてるので、タイヤがいいのか。そうなんです。雨降ってたらもうくる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 回れるんですけど、ちょっとこの天気でこの路面だと結構グリップが高いんですよ。はい、じゃあ AE86 の3代目ってイメージかな。そうですね、はい、モデルチェンジしてモデルチェンジだもんね、はい、今新型ですもんね、はい、かっこいいな。結構締まってて、まあ、ボディのデザインももう全然最近のなんていうのスポーツカーって感じのかっこいいモデル。マニュアルですか？マニュアルなの？はい、どうぞ。ぜひ6速マニュアル。すげえ、マニュアルなんだ、はい、まだ内装もいいっすね。いいっすか、言って大人な感じで。大人な、この辺もなんか質感高いっすね。そうだ、行きましょう。お、スポーツカーじゃん。はい、何、これシートもブリッドさんというのメーカーのスポーツシート、セミバケットシートっていうの。これでも純正のオプションですか？これこれはもう社外品、社外品で、はい、うわ、これはもうタイト、かっこいいっすね。赤のラインと質感高いわ。あ、めっちゃいい、良さそう。ポジションもいいね、いいね、いいね。無駄なものもないし。以上、はい、ストイックな仕様とさせていただいておりますので、ぜひこの後、okay、試乗をしていただければと思います。はい、楽しみです。結構質感が高いんですよね、新しくなってから。すごいしなやかで。ああ、いいかも。走りやすいかも。あー、入るね、パコパコ。そうなんです。結構ブレーキもタイヤ太いんでキュッて止まるんです。ブレーキも踏んでみて。あー、いい、結構しっかり。あー、違う。乗りやすいと思います、意外と。このマグ乗りたいな、運転。ぜひこれ3速入れるんですか？これ3速入れて、加速しながらここら辺からゆっくりブレーキを踏んで2速に2速に落として、2速のまま曲がってあげる。クラッチ離していいの？離して大丈夫です。そうです、グッドです。いやでもいいね、走りいいっすね。ここは2速のままずっと行ってもらって大丈夫です。これ欲しくなっちゃうね。そうなんです。走りいいよ。乗るとやっぱどうしても、あ、なんかいいなって思って買いたくなっちゃうんですよ。あー、これ待ち、あー、これ楽しいわ。この S 字がこれ楽しい。気持ちいいですよね。キモティー。ありがとうございます。生キモティー、これは最高かも。マジいい。はい、ここからで3速入れてもらって、どの辺でもいいの？ここら辺で大丈夫です。はい、でそのまま引っ張ってもらって大丈夫です。
まくなってきたじゃないですか、じじいさん、だいぶ。で、3速に入れてもらって、はい、で、ここら辺からまたブレーキで2速に落とします。あ、多分4速に入ってました。マジで、はい、左後ろ、はい、そうです、そうです。難しいな減速は慣れない状態、まあ、いやー、十分です。ありがとうございます。いやでもなんか2周目もかなり上手くなってますね。上手くなってるよ。もうなんかアウトインアウトもしっかりして。クラッチワーク。あ、上手いですね。ああ、いいです。はい、ありがとうございました。すいません。うわ、最高です。ありがとうございました。おかげさまでした。最高、気持ちいい。気持ちいいいただきました。最高。はい、これ買います。早い。ぐらい良かった。乗りやすかったし、はい、動きもいいし、最高でした。いや実際に1周目こそこうライン取りとかいろいろまだ分からなかった、2周目やっぱりプロ野球選手なんだなっていうぐらい運動神経いいんで、もうアウトインアウトもできてますし、なんかシフトチェンジもなんかもうスッとできてたんで、俺正直驚きました。そうです、はい、あ、それができたのは車自体の性能が高いから、うん、ね、ドライバー選ばないというか、誰でもちゃんとやれば乗れる車っすね。すごいよ、完成度が高い。高い。どうぞ、似合ってました。いや、すごく、ね、似合ってて、見てた関係者の方がかっこいいなと思って、でも見たらジジ佐藤さんが乗ってたのにもさらにみんな驚いてました、ね、スムーズに運転されてるって言ってました。かっこいいわ、いや本当乗りやすかった、音も良かったし、ね、まあ、動きもいいし、厳しい、ね、そうです、そうです、乗ってて全然不安感もないですし、だから全然乗ってて安心して横に乗ってもらってました。大人が買うスポーツカーにいいんじゃないですか、これは。いいですよね、まさになんかそういうセカンドカーのコンセプトとして、あの今回作られているので、だから本当に、はい、スポーツを楽しみたい、でももう1台欲しいなって時にこう GR86 があると結構いいのかな。1台じゃきついですか、街乗りもでもいけるでしょ。あ、でも街乗りも例えばこれガス1回乗ったんですけど、高速道路でリッター本当に燃費走行すると17、18に行くんで、うんうんうん、だからそこも含めて全然嬉しいかなっていうところでは。大人は買いですね、はい、買ってサーキットに来て楽しんだ方がいいですね、はい、そうなんです。新たな楽しみとしてね、はい、大人の遊びですね、これ完全にね、素晴らしい、はい、ということで今回はジジ佐藤さんに GR86 ヘッドのデモカーを乗っていただきました。ジジさん、ありがとうございました。ありがとうございました。こだわり車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。